なぎなた術の演武でございます。元祖は鹿島神殿松本備前の神正元でございます。7代目に山田庄右衛庄左衛門藤原の道のりが直心影流の流祖となっております。元祖の松本備前の神は今から500年ぐらい前、関東の鹿島の太刀と関西の鞍馬流の長所を取って室町時代の末期、鹿島神殿新影流という新憲法を創始したのが始まりでございます。7代目の山田平左衛門藤原道典は流派の歴史を熟考して、その名を新影流と改めて流派を継承しました。道典以降、同流派は実心影流として現在まで継承されております。実心影流の薙刀術は攻守兼ね備えた小脇の熊や水車、風車といった車返しの技は、自然現象の中に流れる力の動きを技の中に取り入れ、最小の力で相手を制するという華麗にして優勝な技術でございます。第一会場は富山流抜刀術のご演武でした。第一会場、続きましては小野派一刀流剣術のご演武です。小野派一刀流剣術、室町時代
伊藤一等斎景久によって創始され、御子神天前改め小野次郎右衛門忠明によって継承された。忠明は徳川秀忠の指南役となり、一刀流の理念と技法を確立し、真剣、羽引き、木刀による組を編み大成した。さらに忠興により技が加えられ今日に至っている。一刀流は将軍家、津軽家、諸大名間に伝わり、日本憲法の代表的流儀となった。一刀流には多くの支流があり、それらと区別するため正統を小野派一刀流と呼んでいる。第2会場は直進影流薙刀術のご演舞でございました。